日本のアニメーション制作会社の代表、久保田です。よろしくお願いします。はい、アニプレックスで、魔法少女マドコマイカのプロデューサーを務めてます岩上といいます。劇場版魔法少女マドコマイカ新編、反逆の物語ですけれども、メキシコでも上映されます。ぜひ劇場で見ていただければ僕らもとても嬉しいです。よろしくお願いします。